エーラートはイスラエル海軍の駆逐艦である。イギリス海軍を退役した Z 級駆逐艦ゼラスを最終役させたものである。艦名は、航海の北赤羽湾に望むイスラエル最南端の港湾都市エーラートに由来しており、イスラエル海軍としては2代目となる。1955年7月15日、イスラエル海軍はカーディフのドックにおいて、 イギリス海軍を退役した Z 級駆逐艦2隻の引き渡しを受け、ゼラスをエーラート、ゾディアックをヤーフォとして再収益させた。1956年にイスラエルに開港される前にエーラートはハーランドウルフ社、ヤファはクライトン社で回収を受けた。1956年10月31日、第二次中東戦争でエーラートはエジプトの駆逐艦、 イブラヒム・エル・イコール・アワルとの戦闘に参加し、これを知りけた。イブラヒム・エル・イコール・アワルは、イスラエル空軍第113飛行隊のウーラガン、戦闘機の攻撃によって、航行不能に陥り、降伏した。六角された、イブラヒム・エル・イコール・アワルは、イスラエル海軍の駆逐艦、イ派となった。エーラートは消耗戦争中の1967年10月21日に、 エジプト海軍のミサイル艇の攻撃により撃沈された。1967年7月の11日から12日にかけての夜間、エーラードは2隻のイスラエルの魚雷艇と共に、紹介中、ルマに沿岸で2隻のエジプトの魚雷艇に遭遇した。彼らはすぐに交戦に入り、エジプトの魚雷艇を2隻とも撃沈した。エジプト軍はポートサイドの海軍司令部から、 駆逐艦の動きに関して定期的に報告を受けた。エーラートはエジプト海軍の弱さを示すために挑発的な領海侵犯を繰り返しており、エジプト海軍は司令部からの出撃命令に備えて警戒態勢に入った。1967年10月21日、エーラートは市内半島のポートサイド沖13.5回里の公海上を紹介中であった。 エジプト海軍はコマール型ミサイル艇を同地に配備していたが、その有効性について海軍当局は疑問符をつけていた。しかし海軍の電子戦部門では P-15 艦隊艦ミサイルの脅威を認識しており、実際、諸山中佐はエーラート艦長に転任する前は海軍電子戦課長としてその対策の検討に当たっていた。その検討結果を踏まえて、 イスラエル海軍では、レーダー警報受信機とチャフ発射機の開発を行っており、エーラートにも搭載されたばかりであったが、P-15 のレーダー発信パターンについての情報がなかったため、オペレーターは、どのような信号を警戒すればよいか知らされておらず、また、諸山中佐自身が開発に携わっていた、チャフ発射機も、まだ搭載されただけで、運用可能な状態にはなっていなかった。 このようにエジプト軍のミサイルについてまだ有効な対抗策がないことは艦長も承知しておりできるだけ距離を取るつもりでいた。情報部はエジプト軍がミサイルの発射準備を進めているとの情報を得ていたがこれは艦長には通知されなかった。艦隊艦ミサイルの発射は港内から行われたためイスラエル側は発射後しばらくの間これを探知できなかった。 17時30分ごろ、うげにより接近するロケットが視認された。艦長は直ちに回避行動を命じるとともに警報を発令した。広角基銃により応撃が試みられたが、これは失敗し、ミサイルはうげの喫水船のわずか上に命中、弾頭はボイラー室で爆発し、機械室も破壊された。2分後、今度は左舷側からミサイルが開い、基重が応射したものの、 やはり命中した。これらの攻撃によって、すべての電源が喪失、また、応急要因の中核となるはずだった、機関室の専任士官及び下士官が全員戦死したことから、ダメージコントロールにも、支障をきたす事態となった。それにもかかわらず、当初、防水作業は一定の成功を収めており、迅速な救援があれば艦は生艦できる見込みがあった。しかし攻撃によって、 艦の無線機は破壊されており、修理が難航したことから、救援要請は遅れていた。19時45分、防水隔壁の損壊開始が報告されたことから、艦長は、総員退艦を命令した。しかし上院が退艦し、艦長が最後の見回りを行っている最中にさらに2発のミサイルが、開い、一発目は艦に命中して、破壊と火災を広げ、 二発目が資金弾となって、海中で爆発したことで、脱出した乗員の多くが戦死した。その約二分後に艦が沈没し、救援部隊の到着は、さらに約一時間後であった。最終的に、乗員約200名のうち45名が戦死、艦長を含む100名以上が負傷した。駆逐艦が、ミサイル艇の発射した対艦ミサイルに撃沈されたのは、初めてのことだった。 かつての魚雷艇のように小さな高速戦闘艇でもいまだに大きな目標を撃破し得る力を有していることが実証された。また当時やっと対艦ミサイルに注目し始めたばかりだった西側諸国にも衝撃を与えこれに対抗して対艦ミサイル防御に本腰を入れることとなった。例えばアメリカ海軍ではまず美方策として案。アン ウルクマイナス6電波妨害装置の配備を拡大、試験が始まったばかりだったシースパロー BPDMS の装備化を急ぐとともに、より本格的に A ズムディを施行した案、SL9-32 電子戦装置や、ファランクス CIWS の開発にも着手した。第3次中東戦争の敗北の数ヶ月後に、撃沈したことにより、群衆がポートサイドへ集まり、2隻のミサイル艇の 期間を換気によって迎えた。イスラエルでは参謀総長のイツハクラビンが怒りに燃える群衆に取り囲まれ新聞の社説は復讐を求めた。67時間後、イスラエルは重迫撃砲でスエズ港を砲撃した。3機の聖油所のうち2機が破壊され、最も小さい一つだけが残された。この聖油所群ではエジプトの調理、 暖房用ガスの全部と石油の80%を生産していた。ありがとうございます。